い、どうもこんにちは、おはようございます、こんばんは、ハトクマです。フィルヒースが自身の体改善に選んだのが風呂でした。風呂というか、これ皆様ご存知でしょうか？入ると脂肪燃焼効果の向上とか、睡眠の改善とか、免疫の向上とかね、いろんなめちゃくちゃいい効果があるらしいんです。てかまあ氷風呂でもね、なんかそういう話聞くから、まあガチでただの風呂なのかもしれないんですけど、朝シャンにもともとハマっていたフィルヒースは朝シャンから最近これにね切り替えたらしいです。でまあ今日はね、フィルヒースが風呂に入っている話をしたいわけではないんですよ。フィルヒースが風呂に入るということは、皆様どういうことですか？フィルヒースが脱ぐってことなんですよ。要は裸になるってことなんですよね。トレーニングしているとき、最近フィルヒースはプロとトレーニングして、まあフィルヒースもプロですけど、めちゃくちゃでかい体を披露しておりました。まあ、超でかい。もう爆発しそうなぐらいね、でかくて、うわ、やべえと。で、かつ、フィルヒースは今年大会に戻ってくるみたいなことをほのめかしてるから、余計にもう楽しみになっちゃう。フィルヒースの最近ね、動画多いと思うんですよ。そこほんと申し訳ないんですけれども、まあ、もうちょっとだけね、お付き合いください。で、そんな中、フィルヒースが、さらにその服も脱いで裸を見せました。これは見る気はないということで、まあ、そこをね見ていきたいわけです。で、フィルヒースの体といえば、やはり気になるのはお腹周り。ここがずっと指摘されてきました。コンディションが悪いとかそういう話ではなくて、バブルガット、いわゆるお腹がボコンと膨らんで出てしまうみたいな見た目だというふうに言われていたんですね。ただフィルヒース、ここに関しては腹部ヘルニアが原因だったと言っていて、それをだいぶ前に手術しました。で、手術したら、まあ、今のこの映像を見ても非常に綺麗な、なんかタイトなお腹周りというか、腹筋も割れてますし、まあ、すっきりとした見た目になっている。イコールウエストが引き締まってて、お腹もピタッと、腹筋がバリッとなる、あのフィルヒースの体がもしね、カムバックしてきたら見れるんじゃないかという期待がやはりあるわけですよと。まあ、それだけでね、フィルヒースの評価って爆上がりすると思うんですよ。まあ、あとこの映像で気になるのは下半身。これが実際ステージ戻った時に今どう見えるのか。まあ、そこは気になります。ちょっとサイズダウンがね、やはり、あるのかなっていう気はしているので、まあ、そこがどうなるのかとかはあるんですけど、まあ、やっぱそのお腹が良くなったフィルヒースというだけでも明るい未来がね、見えてくるんじゃなかろうかというところで、皆様ぜひですね、この朝風呂、体験いただければと思います。そして、アーノルドクラシックからビッグラミーの話です。ビッグラミーが死んでしまった神経、死んでしまったわけじゃないと思うんだけど、まあ、神経を回復するために細胞を取り込みました。細胞を取り込んだということは、パーフェクトビッグラミーにね、なるんじゃないかということなわけですよ。まあ、細胞を取り込むってどういうことかというと、まあ、ビッグラミーは今月、幹細胞治療というのを受けたみたいです。で、これなんで受けたのかと、まあ、まずね、どんな効果があるのかというと、なんか神経系の療法とかになんか使われるみたいで、要は再生医療ですね。それをすることで、まあ、神経とか細胞が修復して再生していくみたいな感じらしいんですよ。で、今までだとクリス・バムステッドとかロニー・コールマンが、そういった細胞のね、療法を受けているみたいなんですけれども、クリス・バムステッドとか意外だよね。まあ、知っている方は知ってたかもしれませんが、もうクリス・バムステッドはそういうのも受けて、かつ4回、今回優勝しているので、ビッグラミーもこの再生医療を受けることで、昨年は5位に入りました。これはマジで衝撃的な出来事。ファンの皆様ももう驚いたと思います。誰もがビッグラミー優勝すると思ってたと思うんですよ。で、そこにまたビッグラミーね、再生医療を施すことで戻るんじゃないかと、チャンピオンになるんじゃないかという期待がもう大きくかかっております。で、なんでまあ再生医療をしたっていうか、まあ細胞とか神経どういうことって話なんですけど、ビッグラミー昨年の大会で言われたのが、この腰回りですね。腰回りが潰れて見えていると。まあ、確かにこうやってビッグラミーの腰を見るとなんかへこんで見えている。広背筋の筋肉というのが十分に見えてないんじゃないかなって、上の方しか見えないというような現象になってますと。ただまあ、じゃあここがもともとこうなのかどうなのかってとこなわけですよ。で、まあ、ちょっと比べてみました。左側は2020年、彼が初めてオリンピアを取った時なんですけれども、左の時点でもちょっと潰れているようには見えますが、右、昨年のものよりは広背筋の形というのがもうちょっと綺麗に、まあ、見えている。背中の筋肉が見える部分っていうのがもうちょっと多かったんじゃないかなって思うんですね。で、さらに戻ると左側、2017年ミスターオリンピア2位になった時のビッグラミーなんですけれども、これを見るとさらに違うと、もう全然違うと。右のようにそもそも潰れてないし、まあ普通の背中ですよね。めっちゃバッキバキな背中、この鬼のような背中というのがしっかりと、まあ、出ていて、まあこうやって見たら、まあ確かにビッグラミーの腰回りというのは何かしらが原因でこう潰れて凹んでしまっているように見えますと。で、さらに戻ると、これは10年前。で、ちなみにこれは28歳ぐらいです、ビッグラミーが。それが一番驚きなんですけど、28でこの完成度半端ないなって思うんですけど、この時のビッグラミーなんかはもう完全に
普通の人だから、これを見ると2017年の時点でもちょっとね、なんか神経的なところでやられてたのかもしれませんが、もうこの2012なんでマジでね、もう普通の人の背中、普通の人の背中ではないんだけど、なんかまあ潰れてないよね全くっていう感じなんですよ。っていうことでビクラミーは何かしらが原因で、まあ、腰回りが潰れてしまったりしましたと。でそういうのを回復させるために今回細胞のね治療を受けました。でそうすることでまず一発目はアーノルドクラシック、どういう風に変わっているのか、それが超楽しみなわけですよ。この腰回りとかそういったところが昔みたいに綺麗になって、コンディションとかもまたバチッとね大会当日ハマるようになったら、まだねサイズでそもそもビッグラミーに勝てる人いないし、ビッグラミーじゃあサイズだけでプロポーション悪いのかって言ったらそんなことがないし、まだまだチャンピオンとしてね君臨する存在だと思うので、この治療がどう運ぶのか、それをアーノルドクラシックで比較して見れるというところ、ハトクマはめちゃくちゃ注目しております。もうビッグラミーの時代が終わったという声もありますが、いやまだまだ終わらんだろうと。あとはまあビッグラミーがそうやって細胞のね治療を受けても、もう前みたいには戻らないんじゃないか、まあここに関しては本当にわからない。だからこそアーノルドで見れるっていうのが楽しみなんですけど、ここまで体をでかくすることができる男ですよ。もうハトクマとかのね考えじゃ収まらないような現象が起きても何らおかしくない。そういったところも含めて超ねアーノルドクラシックでのビッグラミーが楽しみです。でアーノルドクラシックで言うと、ちなみにデレクランスフォード、まあ、出るんじゃないかってハトクマ動画で言ったんですが、まあ、出ないみたいですね。やっぱりこれは本人とかコーチであるハニーランボットがもう言っていて、オリンピアまでバルクアップをしたりとかね、そっちにまあ備えるみたいです。オリンピア終わってアーノルドっていうところもちょっと健康面も含めてリスクなところもあったりとか、あとは、これはニックウォーカーが言っていたところなんですけれども、デレクランスフォードってもともとボディービル212、要は96キロ以下級、体重制限のあるところで戦ってきました。なのでオフを設けてもやっぱりその体重制限があるから、ある一定のところでは止めないと、まあ、いけないというところで、今までそのどこまでもつけていいよっていうのがあんまないんですよね。で今回のオープンっていうのはどこまでもつけていいので、そういった意味でちゃんとしたバルクアップ期間を、まあ、今回は取れる。そういった意味でもアーノルドとかになんか出るんじゃなくて、オリンピアに向けてもうずっとバルクアップをした方がまあいいんじゃないかみたいな、でまあそうするんじゃないかみたいなね話をしてたんですよ。でこれは確かになって思って、アーノルドクラシックに出るデレクランスフォードっていうのもめちゃくちゃ、まあ、楽しみだったし、まあ、多分優勝するんじゃないかなっていう、まあ、感じだったんですけど、さらにさらにでかくなってあのプロポーションが保たれてる、そんなデレクランスフォードがオリンピアで見れるっていうのもそれはそれでまた楽しみっていうか、まあアーノルドに出たらそれができなくなるんであれば、もうオリンピアに絞ってね出てほしいってやっぱ思っちゃうぐらい、まあ、それぐらい昨年は衝撃がありましたので、まあ、デレク・ランスフォード、アーノルドには、まあ、出ないみたいなんですけれども、オリンピアでね、どんなバルクを見せてくれるのか、そっちにね、ハトクマは一気に興味が向きましたということで、まあ、今回は海外の話をいくつかさせていただきました。皆様一番興味があったのはフィル・ヒースの朝風呂なんじゃないかとは思いますが、ご感想等ございましたら概要欄とかコメント欄にガイドライン設けておりますが、ぜひ書いていただければ嬉しいです。またハトクマチャンネルの登録まだされていない方いましたら、チャンネル登録のクリックよろしくお願いいたします。またこの動画少しでも面白かったと思っていただきましたら、高評価のクリックもよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様、バイチャ。